き。困ったね、ペンダントがどこにもないよ。さっきライタールへ送った荷物に紛れたのかね。旅のお方、もしライタールへ行くなら荷物にペンダントがないか見てきてくれないかい。荷物は木箱に入って積まれているはずだよ。運ばれる前に間に合うといいのだけれどね。民のためのクーデターとほざく公爵はとんだバカ野郎だ。帝国が属国の民をどう扱うか少しは考えろってんだ。化け物のような鳥に大切な帽子を取られてしまいました。鳥はコトリスザンの方へ飛び去りましたが、わしにはとても登れぬ険しい山。どうかお力を。心よく引き受けてくださりありがとうございます。大切な帽子なのです。どうかどうかお願いします。こんな手を考えなくちゃ。レティシアさん、無事でよかったね。脳から連れて行かれた時はどうなるかと。ビープスは銀河連邦に所属する惑星ですが、アストリアと何か関係はあるのでしょうか。テオ様もディベルやライタールの事件に関わってたんだね。ネアンは叔父上、クレムラート公爵の推薦で数年前に登用されました。もしやその時からすでに計画が。公爵をこれほどの暴挙に駆り立てるほど帝国の裏にいるビープスの力は強大ということか。民のためのクーデ。それ。
EMP ジェネレーターを食らったのは災難だったな。いえ、敵がああいった兵器を用意してくる可能性も考慮すべきでした。まあ、なんとかなったからよかったが。しかし、あれを食らって機能が停止するときってどんな気分なんだ。そうですね、おそらく人間が電気ショックを受けて意識を失うときの状況に近いかと思いますが。そうか、なるほどな。いい機会ですから試してみますか。おっと、待て待て待て。遠慮せずに、どうぞどうぞ。やめてくれ。悪い、俺が悪かったから。そんなに怯えなくても冗談ですよ。ただ私たちにとって EMP ジェネレーターによる攻撃は脅威です。人間で言えばトラウマをえぐるということにもなりますから、興味本位で話題に挙げるときは注意してくださいね。そうか、無神経なことを言ったな。悪かったよ。分かっていただけて何よりです。エレナの地雷がどこにあるのか未だによくわからん。公爵をこれほどの暴挙に駆り立てるほど。ラッキー、ラッキー。あとは私に任せてもらおう。ラッキー。
なペンダントは。これは母の形見でね。見つかってよかったよかった。配送の仕事より楽だったな。このペンダントとはお嫁に来てからずっと一緒。これがないと私は一人ぼっちになっちゃうんでね。心細くて仕方なかったけど、これで一安心。どうもありがとう。間違いありません。この帽子です。主人がわしに初めて送ってくれた大切な思い出の。配送の仕事より楽だったな。主人がこの世を去ってからもう随分経ちます。残されたわしはもうすっかりしわくちゃのバーです。だから主人のもとへ行けた時、すぐ分かってもらえるようこの帽子は肌身離さず持っているんですよ。海の仕事は熱気ムンムンですごいっす。活動停止。気味の悪い魔物が湧いてるんだ。あれを退治してくれないかい？だってあんたたち、それが本職だろう。頼むよ。目がいっぱい並んでいて、そりゃもう気味悪いったら。あんなのを相手にするんだから、あんたたちも物好きだね。前方敵だ。行かせてやる。耐えてみな。やったぜ、今だ。安全は確保された。
活動停止。シャッホー。まだね。エネルギー残量不足。出力開始。ストレイヤーの応用。
してやるぞ。力が出ない。引き締まりません。グレイブ、離脱を確認。これからだ。引き続き警戒せよ。
様も。ネヤマ、もしや。公爵をこれほどの。おい、どうした？まさか腕の調子が悪いのか？術後の経過を見ていただいていただけだ。大事ない。そうか。ミダスが作ったもんではあるけど、マルキアのものを移植したんならマルキアも見られるわけか。確かリモン骨格だ。ああ、それだ。腕そのものを移植したわけじゃないんだよな。見ての通り、私の腕はこのままあるからな。再生可能な肉体のごく一部を渡したに過ぎない。種族が違ってもそういうことができるってのはすごいよな。それで実際。マルキアは平気なのか？心配してくれるのか？顔に似合わず優しい男だな。顔は関係ねえだろう。それでどうなんだ？問題ない。今回の手術は私にはそこまで負担はないのでな。ならいいけど、アベラルドの腕には今マルキアの腕のリモン骨格が使われてるんだよな。そうか。レイモンドはリモン骨格が腕から取られたと思っていたのか？え、違うのか？腕じゃないならどこから取ったんだ？ま、機関砲がお主たちのためだと思うぞ。なんだよ。そんな風に言われたら気になるだろう。どこのリモン骨格だろうと構いません。こうして腕の調子が戻ったのですから。民のための空。ビープスは銀河連。不思議なオーブを連れてきた。ニルベスにはいろんな種族がいるって聞いていたが、ここにはトラス専属以外は住んでいないのか？今はそうだな。ニルベスは多くの種族が交わる連合国家だが、各種族は固まって居住するのが普通だ。だが別に他種族が定住することを禁じているわけでもないぞ。事実、ミダスたち三賢者はかなり長い間この集落に逗留していた。そうなのか。種族によって差はあるが、トラス専属は種族間交流には積極的だ。古代遺跡を要していることもあって、古くからオーシディアスの理術師たちとは親交があった。私がオーシディアスに留学していたのもその交流の賜物だ。帝国との交流はなかったのか？オーシディアスに比べればわずかだな。我らは種族と地理と歴史の特性上、どうしても理術が発展した国と接近する傾向にあった。ま、だからこそ目をつけられてしまったのかもしれんがな。なるほどな。いざっていう時、ニルベス王都からの援軍ってのが期待できないのか？この状況では難しいかもしれんな。ニルベス王都にはトラス専属以外にも多くの種族が住んでいて、議会が王都の行動を決めている。現状被害を受けているのがトラス専属だけなのなら、トラス専属がまず事態鎮圧に動き、それでもどうにもならなくなってから王都が動くのだ。ニルベスの国家運営特有の利点であり弊害だな。
土地が変わればシステムも変わるってことか。逆に他の種族がこのようなことになったとしたら、我々も同じように動くだろう。だが今こそそういった習慣を変えるべき時なのかもしれん。これは、フーガと言います。技術使用の背、空を飛ぶ乗り物です。空を飛ぶ、空を、こんなものを一体いつから。レティシアは知っていたのか。はい、すまなかった。あの時わしはろくにお前の話を。こんなものに国の命運をかけようなんて奴の気が知れん。もともと兵器として考えたものではないんだ。使い物にならん。ニルベス側ではレビタス席の運び出しの準備は整っているはずだ。カナスとやらが攻めてきた時の船もある。ことから一隻出して二隻で戻ればなんとかならんか。その船の指揮は誰がやるんだ。私が行けばよい。ニルベスに着いた後の指揮も私が取れば話が早いだろう。危険すぎる。お前がそこまで王国に義理立てする必要は。今オーシディアスの危難を見過ごせば魔を置かず帝国の牙はニルベスに迫る。私は友の危難を見て見ぬふりするほど腰抜けではない。わしのかつての不徳と失態を許してくれるのか。陛下は乱世の勧誘たる器ではないが、国とは人であることを理解しておられる。私はあの時の陛下が人事を尽くしたことを知っている。それが及ばなかったこと、罪ではない。もちろん働いた分の見返りは求めるぞ。差し当たってミダスの名誉回復だ。だとしても変換装置の調整だけはどうにもならん。最低限の効率を得る方法を見つけるだけでもどれだけかかるか。荒削りですが美しい気候です。この機体でこの星の空を飛べればとても気持ちいいでしょうね。お前はまた。この国の空を守る手伝いをさせていただけませんか。帝国の力をこれ以上この世界に広げてはならない気がするのです。どうするってんだ。ニーナさん、石を見せていただけますか。現状の気候に適合し実用に耐えうる紋章出力を発揮する必要があります。調整に要する時間は最長で10日ほどと見込まれます。相変わらずふざけてんな。それでも10日か。それだけの時間を稼ぐ方法はあるのか。あります。捕らえられている間ネアンから提案されました。レティシア、待て。それは他に手がありますか、お父様。いや、だがしかし。バイル帝国皇室は私にゲラルト皇太子への腰入れを求めています。私はそれに応じようと思います。結婚するってことです
はい。二国の第一後継者同士の婚礼となれば、十分な準備を整える時間が稼げるでしょう。ベルトランド大佐、バルダーの帝国軍に特使を派遣してください。レティシア・オーシディアスはゲラルト・イルバイル皇太子との結婚の申し出を喜んで受けたまわりますとの書状を持たせて。ところで、テオさんは本当にビープスと言ったのですか？ええ、あの角を持った青白い肌の者たちがそう名乗ったと。銀河連邦所属の惑星に同じ名の星があります。連邦が帝国に介入してるってことか？まだ断言はできません。今のところあの三人の姿しか見えませんからね。私たちと同じ状況だったりとか。彼らも何らかの理由でこの星にやってきた遭難者で、帝国に召し抱えられたと。現状では全て推測の域を出ません。私が先方で腰入れの準備をする間に探れることは探ります。帝国がお前を自由に歩き回らせるとは思えんがな。第一、お前に星の世界のことなんかわからんだろう。俺やエレナが従者としてついていくってのはどうだ？ネアンを警戒させるだけだと思います。私ならどうですか？え？ネアンさんやビープスにとってデバイスさえ持ってない私は、この星のことを何も知らないただの元捕虜です。クロエさん、向こうだってこっちが何もしないなんて思っていないでしょ。私にもレイやエレナさんがお世話になった恩返させてください。わかりました。よろしくお願いします。マジかよ。どうやって調査したことをこちらに知らせる？知らせる必要はありません。フーガの初陣は私とクロエさんの奪還作戦となります。その時私とクロエさんが持ち帰った情報をもとに最後の戦いを始めるのです。皆さん、どうか私と共に戦ってください。ゲラルト皇太子殿下に敬礼。オーシディアス王国の勇士たちよ、大義である。こたびのことで両国は悲劇の歴史を乗り越え、輝かしい平和への道を歩むこととなるだろう。レティシア・オーシディアスです。ベランジェ。婚礼の儀の日取りは追って特使を派遣しお知らせしよう。レティシア王女殿下に敬礼。では行きましょう、クロエ。はい、レティシア様。気をつけろよ。レイ、アベラルドさん、大丈夫だった？少し疲れました。先に戻ります。向こうの皇太子があんまりいい感じじゃなかったからな。レティシア様もだけど、クロエさんも心配だね。信じるしかない。意地でもフーガを完成させなきゃ二人の勇気が無駄になる。
これから管理院に行くから一緒に行こう。何か手伝えるかも。国王陛下とベルトランドさんにも挨拶しておいた方がいいな。これから何かと一緒にやっていくわけだしな。ベルトランド大佐はお城かな。多分な。玉座の間か会議室あたりにいるだろう。よし、じゃあお城に行こう。滅びるかもしれない大事件があったばかりなのに、王都の人たちは結構いつも通りだったね。王女が最前線で体張って頑張る国の民たちだ。それくらいじゃへこたれないってことさ。王家のたくましさがそのまま国民のたくましさってことだね。よし、じゃあお城に急ごうか。ベルトランドさんがいるとしたら2階だよな。ラッキー。玉座の間に行ってみるか。琴の軍を王都に召喚すれば失った兵数を補えませんか。派手に兵を動かすと蹴取られる。レティシア様の策にも影響するぞ。あ、そうですね。申し訳ありません。つい。少し休まれよ。必要な休息を取ることも騎士の務めだ。動いていないとどうにも落ち着かなくて。皇太子ゲラルト殿下の花嫁として迎えられたのだ。無体な扱いはされぬであろう。レイモンド、ニーナ、ご苦労だった。いえ、俺、私は何もしていません。すべてはレティシア様の決断ですから。そうかしこまらんでよい。今回のことで思い知った。あの果断さと勇猛さはわしにはないものだ。このような情けない王などさっさと代替わりした方が良いとな。そんなことをおっしゃらないでください。無論この戦いの顛末は見届けるつもりだ。だがその後のことをレティシアに託したとしてももはや文句を言う者はいまい。願わくばその時そなたらのような真のおける者が
レティシアのそばにいてくれれば安心なのだがな。大事な一人娘を時間稼ぎの道具に使うことになるとは。姫、私もしっかりしなければ。皇太子ゲラルト殿下。レイ、管理員の様子も気になるから見に行こうよ。ああそうだな、フーガチームの進捗も確認しとかないとな。乱すおじさんたちも無理していないか見ときたいな。一般的なジェネレーターの機構を簡略化したものですが、この部品の精度を高めればエネルギー効率は最低でも倍になります。簡単に言ってくれるな。新規にパーツを作らないと。ん？やってるな。俺に何か手伝えることはあるか？ここから先は専門性の高い作業になるからないな。ニーナもすまないが、肺化病の治療薬の件も待ってもらうことになる。それはいいですよ。手伝えることがあれば言ってくださいね。はい、その時はレイのデバイスに連絡します。しかしミダスのやつ、ずいぶん素直に協力する気になってたな。あれね、最初はやっぱ面白くはなかったみたいなの。でもマルキアさんが、若者たちが命がけで戦っているのに何をケツの穴の小さいことを言っている。嫌いになるぞ。てそりゃ見たかったな。払いすぎ。でも私たちだけ暇になっちゃったね。マルキアが石と一緒に戻るまでは雑用もなさそうな感じだったしな。散歩でもする？それも悪くないが。ん？お二人ともベルトランド大佐がお呼びです。急ぎヨケザまでお越しください。わかりました。なんだろう。帝国側の特使がレティシア様とゲラルト皇太子との婚礼の日取りと場所を伝えてきたのだ。7日後のバルダー大聖堂だ。7日後？向こうにとっても次期皇帝の婚儀でしょう。あまりに請求すぎる。講和は一日も早い方がよく、その象徴となる出来事があれば両国の結びつきは強固になるというのが使者の言い分だ。時間稼ぎでレティシアを差し出したことを見抜かれているんだな。どうする？エレナはフーガの完成まで10日だって言ってんだぞ。でもまだフーガのことを知られたわけじゃありませんよね。その通りだ。ミダスたちにも至急知らせてくれ。私行ってきます。ベルトランドさん。今もニーナ殿がおっしゃっていたことですね。ああ、フーガのことが漏れたら何もかもおしまいだ。
情報管理と警備を厳重にするくらいしかできることはありませんが、最善を尽くしましょう。こうなるとどんな些細な雑用も人任せにできなくなるな。もとより機密であることには変わりない。我々も管理員に急ごう。帝国もこちらが時間稼ぎをしていることには気づいているだろう。7日か。あまりにも短すぎる。よし、急いで管理員にいるみんなに知らせないとな。ふざけた状況になったらしいな。可能な限り作業を急ぎましょう。機密を重視した上でな。どんな細かい雑用もバシバシ俺たちに言ってくれ。言っておくが、今日から眠れると思うなよ。覚悟してるさ。何ですか、このありさまは。レイたちは途中で力尽きまして。そうですか。アベラルド殿とレイモンド殿とニーナ殿をお借りしても。承知いたしました。実はマルキア殿をニルベスに送った船の存在を帝国海軍に蹴取られた可能性がある。何だと。ことからの情報だ。帝国海軍の軍艦が多く現れている。この時間がない時にどうすりゃいいんだ。バルダーからことやニルベスに進軍する気配があった場合に対応するため、バルダーの帝国軍の動きを探る必要があるわけですね。その通りだ。我々は常に最悪の事態に備える必要があるが、今は迂闊な人間をバルダーには送れない。行っていただけますか。行こうよ。今動けるのは私たちだけなんだし。とはいえ都合よく調べられる場所があるか。向こうも警戒してるだろう。当てはある。差し当たって海軍の様子が分かればそれでいい。まずはバルダーに向かうぞ。警察の任務よろしくお願いします。ニルベス、あっちは無事なのか。
通徹夜や睡眠不足は良い仕事の敵なんですけど、エレナさんは一体どんな体力してるんです？フーガのことを知られてはレティシアさんやクロエにも危険が及ぶかもしれません。そうだね、いつか空を飛んで世界中を見て回りたいものだ。バルダーだから南側ですね。ええ、南門から出てオーシリアス平原の向こうです。撤退戦の時以来だな、バルダーへ向かうのは。バルダーは今帝国に支配されてるんだよね。一応戦う準備はしていった方がいいですよね。ええ、乗り込むわけではありませんが、不測の事態には備えておいた方がいいでしょう。じゃあ準備ができてから南門に向かうか。Yeah.